まあこれでいいんですが、ちょっとこれにさらにこれを回してみたいと思います。そうすると、はい、回すグラフ、グラフというちょっと開きたいな。トゥグ、あ、回すトゥグラフ、ね、グラフっていうグラフィックっていう、プログラムを作ってみようと。そしてリピート、ここでは18回繰り返すと。結構繰り返すね。開けたくないな。18回繰り返すと。そして、立法をいきますよ。ね。一回立法を書いて、それで、ライトターン、角度を20度回します。はい、ここで分かったと思うよね。20度回したいので18回繰り返したわけね。はい、はい、これでグラフというプログラムができたつもりにはなってますが、本当にできたのかな。はい、で一回きれいに消して、消すのもったいないね。はい、まずセットカラー、セットカラー、ペンカラー、5ぐらいにしてみるか。そしてセットスピード、はい、1÷2とちょっと早い感じにして、そしてダウン60度と、下にちょっと下げて角度をつけてみないと分かりにくいからね。はい、それではやってみたいと思います。 GO!
はい、できました。 OK。 さあ、これで終わりにしようと思ったけど、せっかくなのでもう一丁いってみよう。今度はこの立方をもうちょっと離して書くと輪っかができそうな気がするね。